なので、坂本はなぁ、ちょっと気をつけなきゃなぁと思いますね、いろんなところって思ったんですけど。で、坂本、マリン先輩の配信で煽られすぎじゃないですか。ねえ、ちょっと。そう、でも船長ね、マジでね、言いたい放題でしょ、マリン先輩、マジで。もうさぁ、皆さん、マリー先輩の配信見てますか？まあ、見てる方多いと思うんですけど、一応説明としてね、マリー先輩がスマブラかなんかをやってる時に、なんか坂本のね、真似をするんですよ。真似をするんです。それがね、誇張されすぎた坂本クロエなんですよ。あのね、まあ、具体的にどういうことかっていうと、あの、船長がね、やられそうになった時に、あの、対戦相手にやられそうになった時に、やだやだやだ、そこまた、おい、こっちとは坂本クロエなんだよ。ねえ、これが坂本でも、そんなことするんですか？やだやだやだって言うんですよ。おいと。おい、そこ、誇張しすぎだろと。そこまでやってねえよって。そこまでじゃない。やだ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 ぐらいだろうが。ぐらいだろうが。誇張しすぎだろって。まあ、似てる。似てるじゃないんだよ。やだやだやだとか言ったね。おーおいおい、バカにしてんなーって。お、先輩だからってそうやって。権利を振りかざしちゃダメですよと。新人潰しですか？よくないですよ、新手の新人潰し。本当にね、ことあるごとにクロエの名前出して。バニーのクロエありがとうございました、本当に。本当にありがとうございます。それに関しては本当にありがとうございました。いや、めちゃくちゃ嬉しかったです。うん。めちゃくちゃ嬉しい。本当にね、推しって言ったらあれですけど、まあ、ホロライブね、推してて入ってきてるわけですから、坂本は。ね、秘密結社の一員としても入ってきてるわけですが、ホロライブ押してて入ってるわけなんで、めちゃくちゃ嬉しかったよ。めちゃくちゃ嬉しかった。待ち受けにしちゃってるよ、今。舞い上がっちゃってるよ、本当に。ありがとうございました、その件はね。でも、でも許しません、坂本は。やだ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 じゃないんですよ。マイメルちゃんじゃん、一歩間違えたら。坂本の真似するヘッタクソなマイメルちゃんなんだけど、ね、全然違うかな。マジで。しかもね、センツ言ってたんですよ。なんかじゃあ、クロエの真似すぎだから、クロエさんの真似すぎだから、ちょっとセンツの真似する権限をあげますみたいな、クロエさんにあげますって言ったんですけど、いらない、いらない、全然いらない。それならどう、それならどう、特別にオプーナを買う権限、いらないよ。なんでもらわなきゃいけないって。船長の真似してどうするんですか、それ。なちょっと真似してみるか。できるかな、船長の真似できるかな。いきますよ。あほい低いじゃない、高い。あほい、ホロライブ3期生の報酬海賊団の船長、報酬マリンです。あほいちょっと坂本マリンです。よろしくお願いいたします。いやー、ちょっとね、思うんですけど、船長の声真似は、坂本の、ナウリヤングな声帯には、ちょっと無理がある。うん。ちょっと無理がある、それは。うん。さすがにね、無理があった。坂本は、やっぱり、若い女の声帯をしてるので、船長のことを真似しようとすると、さすがに喉がきつい。うん。それはね、船長も思ったね。何なんだこれ。何なんだよこれ。なんで遠隔でコラボしなきゃいけないんだよ。なんでモノマネ対決してんだよ。おかしいだろって。いや、本当にね、マリン先輩が優しいからこそできるプロレスですからね、これは。本当にね、思ってるわけじゃないですよ、皆さん。勘違いしないでくださいね。はい。